急降下する支持率岸田文雄内閣の支持率が急降下している危険水域と言われる30%の大台を割った調査も相次いだ人気回復の決め手になるはずだった減税策も年内実施が見通せず逆に批判材料になる始末だ解散総選挙が難しくなった岸田政権はどうなるのかまず 最近の世論調査での岸田内閣の支持率を見ようお分かりのように9社のうち30%を割った調査が時事毎日朝日共同 ANN と5社を数えた注目されるのは前回との比較だ日経テレ東の9ポイントを筆頭に7社が下落しいずれも過去最低を記録したまさに から急転落といった感じだ青木率については後で説明するはっきりしない岸田文雄の迷走最近の岸田首相は誰が見ても迷走していた例えば焦点の所得税減税について自民党政務調査会が10月17日に政府に提出した提言は一切盛り込まれていなかった 首相は20日に予定されていた所信表明演説で税収増の還元策を打ち出す構えだったので党が首相に花を持たせる演出に協力したのだところが20日の演説は衆参補選を控えた野党の反発で流れてしまったすると首相は急遽。 20日夜に自民党の萩生田光一政調会長や宮沢陽一税制調査会長らを官邸に呼んで所得税減税を含む税収増の還元策の検討を指示したこのあたりから首相主導を演出しようとする官邸の小細工がばれていた22日の衆参補選は自民党が選挙前には2議席を確保していたのに1勝1敗と事実上の敗北を喫してしまう だが、よく23日の所信表明演説では、成長による税収の増収分の一部を公正かつ適正に還元すると述べただけで、所得税減税には触れなかった。しかも、還元を明言派したものの、それは税収の増収分の一部とけちった。これまた財務省の入れ知恵であるのは、明々白々だ。 書き込まれたのは賃上げ税制強化の減税や投資減税特許関連の減税中堅・中小企業の省力化投資の補助にすぎないこの段階では還元措置の具体策については近く政府・与党政策懇談会を開催し与党の税制調査会における早急な検討を指示する演説という段取りだったところが24日には 早くも所得税減税4万円非課税世帯への給付7万円という中身が報じられてしまう23日に政府が自民税庁の幹部会合に提示したからだ何のことはない岸田首相は最初から4万円の数字を念頭に置いていたのだ財務省が首相と払合わせしていたのは言うまでもない 25日には減税の中身について所得税3万円住民税1万円の定額減税所得制限話、し実施は来年6月などと細めが決まっていった党税調が開かれたのはその後の26日だ所信表明演説では党税調に検討させると言っていたのにこれでは党税調から与党軽視だ 我々は追認期間ではないという不快の声が上がったのも当然である外交・安全保障政策でも迷走する迷走したのは減税を決める政府と自民党の手順だけではない当初増税の方向で見直すはずだった退職金の優遇課税も30日になって見直さない方向と報じられた 防衛費の拡大に伴う増税は早い段階で先送りと決まったが6月の骨太の方針に書き込まれた見直し路線まで流れてしまうのは異例の事態だ骨太は政権の方向を示す大方針なので霞が関の官僚が必死になって書き込みを目指す安倍晋三菅義偉両政権では官邸主導だったが霞が関が牛耳る岸田政権では なおさらだったそれでも消えてしまったのだから首相がいかにドタバタしているかを示している増税メガネ批判がよほど答えたに違いない内政だけでなく外交・安全保障政策も迷走した先週10月27日公開コラムで指摘したようにイスラエル情勢をめぐって岸田首相は当初 イスラム原理主義組織ハマスの攻撃をテロと非難せず、米欧の主要6カ国 G6 の共同声明にも加わらなかった首相はバランス外交などと言っているが、テロ組織と民主主義勢力の間にバランスなどない欧米には日本の頭にあるのは中東の原油確保だけとと,とっくに見透かされている。 外務省と経済産業省の言いなりで自分の頭で日本の立ち位置を考えていない証拠だこうなると政権の殿下の宝刀といわれる解散総選挙は難しくなる人気のない政権の下で解散されたら多くの自民党衆院議員が落選しかねないそうなると政権は何のために解散したか分からず 何より落選しそうな自民党議員自身が何が何でも解散を阻止しようと動くからだ実際新聞各紙はこのままでは衆院選を戦えないとか解散は何らかの政権不揚が大前提だなどという自民党内の声を伝えている岸田首相はまさに解散の手を縛られてしまった形である 内閣総辞職が妥当なレベル岸田首相に残された手はあるのかといえばほとんどないあるとすれば減税に大幅な給付金を加えた抜本的対策をまとめてせめて給付金だけでも年内に間に合わせるくらいだが財務省べったりの岸田政権には到底期待できない そもそも中身のない言葉を羅列してきただけの政権に、今さら実行力を求める方が無理というものだ先に世耕広重自民党参院幹事長が参院本会議の代表質問で苦言を呈し、話題になったが、自民党内から岸田政権批判が噴出するのも時間の問題ではないか不快感をにじませている税調幹部にとどまらず、 選挙が心配な若手からも岸田政権では戦えないという声が表面化すれば政局含みの展開になるすなわち自民党内から内閣総辞職を求める声が広がるのだ今や自民党議員の多くはそうした展開を見据えていると見る目安になるのは冒頭で紹介した表のうち 右側にある内閣支持率に自民党支持率を加えた、青木率と呼ばれる数字だ内閣官房長官を務めた子、青木幹雄氏が唱えた数字で、これが50%を割ると内閣は倒れると言われているそこで、最も内閣支持率が低い毎日の数字を見ると、青木率は25プラス23で48ポイントと50を割った。 次に低かった時事も26.3プラス21で47.3ポイントである。青木率で見ても岸田政権は完全に内閣総辞職レベルなのだ逆に最も内閣支持率が高く出た NHK はどうかといえばこちらは36プラス36.2で72.2ポイントだったせめてもの慰めといった感じである。 さて、岸田政権の支持が急落する中、野党は何をしているのか所得税などの減税について、立憲民主党の安住淳国対委員長は、人気取りに減税を使っている政権の命取りになると批判した、立憲は消費税減税と給付金を唱えているが、所得税減税には反対なのか。 給付金に加えて、所得税も消費税も減税すればいいではないか、これだから何でも反対の党と言われるのだ。維新は憲法改正問題を追及した、岸田首相は首相の立場でここに立っているので、具体的な議論の進め方など、直接、何か申し上げることまでは控えなければならないと答弁した。 この答弁に岸田首相のやる気のなさが明確に示されているこれでは保守岩盤相が岸田政権を見限るのも当然だ以下はネチズンのコメントをまとめたものです岸田総理にはもっと在籍していただいて自民を自滅に追い込んでほしい 減税と言いつつばらまき、少子化対策と言いつつばらまきおまけに消費税減税はできないどころかお得意の検討すらもしていない世界各国ではコロナ禍で数回にわたる給付や一時的な減税など国民に寄り添った対応をしている実績があるが日本は10万円を1回こっきりそれどころか上乗せの暫定税率すらやめない 一刻も早く国民に届けてほしいのは、目先のばらまきではなく10年後、20年後や、その先を見据えた本当に日本に必要な政策です。個人的に思うのは、減税よりも減税できない体制。日本を良くするためには、議員定数を減らして比例代表をやめること。 若者が選挙に行かないとよく言われるが、選挙に行きたくなるような仕組みや政治ができていないことに早く気づいてほしいいや気づいているけど自分たちに有利な自民が裏で暗躍してるのか岸田さんは親の敷いたレールを歩いてきただけの人途中で東大のはずが早稲田に道草したけど議員になって総理になって権力を手にした瞬間に これを維持することだけが最大の関心事であり目標になっている。詩も理想もなく最高権力者になってしまったので本来なら手段のはずが目的化してしまった。目の前のことで右往左往する姿を国民はいつまで見させられるのだろう。早く選挙をやってほしいです。 過去に自民党をぶっ壊すといった首相がいたけど、あれは球体依然とした党の体質を変えたいという意味でも岸田さんの場合は本当の意味で自民党を壊滅状態にしそうそれくらい国民の心は離れてるよ、もう少し危機感を持った方が良い今回発表された経済対策もやる気がないこと丸出しの記者会見だった。 税収増を国民に還元税収増はコストプッシュインフレによる影響つまり消費税が大部分なのに選んだのは給与に関係する所得税消費税に関しては見向きしてないというやる気なし発言をしていた還元効果はどう考えても消費税が上なのに消費税で試算すらせず 所得減税の時点で国民に還元する気なしだったし消費税に見向きもしてなかったことで国民のことを考えてないということこのやる気がない経済対策で支持率が上がったら国民を騙すのは簡単だなと舐められるだけだと思う来夏は物価高を超える賃金増と言っていたが来夏っていう時点で数ヶ月だけこれで日本経済が回復するとは到底思えない